あれは10年前、公園で遊んでいた時のことです。あ、小鳥さんだ。かわいい。とってもかわいいわね。来たか。頼んだぞ。地球の命運は任せた。火星ピコリーノキャノン、略してピコリーノン。あれは、あの大きさの隕石が落下したら地球にまた氷河期が訪れ滅亡してしまうわ。ピコリーノファイヤー。私は確信したのです。日本中の公園に設置されているピコリーノ、それは地球の主に子供たちの遊んでいる公園と笑顔をいつも守っているということを。